ID グループはベース事業である IT テクノロジーにおいて確かな技術力と実績を積み重ね、金融、エネルギー業界など社会インフラの維持に寄与し、顧客とともに成長してきました。技術革新の勢いが加速し、進化が著しい IT 業界において ID グループは新規事業を開拓し、顧客とともに価値を創造する競争 DX が可能な企業を目指しています。その実現には社員のリスキルを進め、技術力のさらなる向上が不可欠であり、人材育成方針の制定をはじめとして社員の育成により一層注力する体制を構築します。企業経営にとって一番恐ろしいのは成功の復讐っていう現象なんです。成功体験をずっと引きずるという、引きずっているうちにいつの間にか企業は衰退していく。これを阻止するためにはやはり人材育成、これしかないと考えています。人的資本経営には私の考えとしては3つあります。1つは我々の経営活動、企業活動がどのように世の中に役に立っているか、これを言葉にして繰り返し繰り返し社員に語ること、これが1つです。2つ目は多様化、ダイバーシティです。それから3つ目は終身成長、つまりスキルを、これは人的スキル、それからまあ IT だな、 IT のスキル、これを終身磨き上げていくことが大事だと考えています。以上3つです。 ID グループは新規事業として自社ソリューションの確立、 DX 推進支援事業へ注力し、ベース事業に携わるエンジニアのリスキルを進めます。リスキルを推進する一環として、デジタル人材育成のためのロードマップを作成しています。デジタルリテラシーを土台とし、ビジネス、データ、アーキテクチャ、セキュリティ4領域の入門知識を得得、最終的には各分野のエキスパートとして活躍することを目指します。その他オンライン学習、選抜者トレーニングなど、さまざまな学びの場を設けています。さらに次世代成長分野におけるビジネス創出を目指して、国立大学と組んだ医療 AI システムに関する共同研究や、知見のある企業に出資し共に技術力を向上することで最新技術の習得を進めています。その結果、社員のリスキルは順調に進み、 AI、クラウド、コード開発、マネジメントなどの知識を保有する DX 技術者は年々増加、売上も拡大傾向にあります。リスキルが進むとハイブリッドな成長サイクルが好循環し、競争 DX、 つまり顧客とともに価値を創出する環境が確立されるのです。競争 DX によって新たに始動した事業の一つがこの VROP、 VR オペレーションです。そして育成とともに採用も人材戦略上重要なことに位置づけています。引き続き多様なバックグラウンドを持つ人材を採用し、ダイバーシティを推進することでイノベーションが巻き起こり、変化に強い組織を作っていきます。変化に強い組織はひいては変化に強い人材を呼び、今後全く異なる技術に対しても対応できる人材集団へと成長します。また社員一人一人がやりがいや成長を実感しながらモチベーション高く活躍するため、社員エンゲージメントの向上にも努めています。多様な働き方を取り入れ、本社には従来のオフィスワークにテレワーク要素を取り入れたハイブリッド型環境を整備、経済産業省が認定する健康経営優良法人ホワイト500をはじめ、外部の皆様からさまざまな評価をいただいており、今後も社員が働きやすい社内環境を整えていきます。 ID グループはこれからも技術革新の最前線で活躍するため、人材育成を進め、企業としての成長を続けます。